い、こんばんは。第6回関西美女バーカー、本日のゲストは、ほかずの美穂さん、よろしくお願いします。パーソナリティは本日もゆきが担当させていただきます。よろしくお願いします。はい、本日はですね、バイオリニストのミポリン美穂さんに来ていただいたんですけれども、私も本日お会いするのが2回目ですね。某会でお会いさせていただいたのが初めましてだったんですけれども、本日はよろしくお願いします。はい、前回に引き続きね、音楽関係の方に来ていただいたということで、なかなか素敵なお話がまた本日も聞けそうだなっていうのを楽しみにしていただきながら見ていただいたらと思います。はい、で美穂さん、はい、いかがですか今日テレビ。いかがですか初テレビですか。はいはい、はい、そういえば、そうなんですか。やや緊張しております。いや素敵なんかでも音楽のお仕事とかされてると、はい、そういう機会とかもなんかすごくありそうな。その演奏の瞬間は撮られてたっていうんですか、はいはい、そういうので、放送されたっていうのはあるんですけれども、はいはい、こういうおしゃべりの、それはもうまさに人生初でございますそうですよね、はい、なかなかないですよね。はい、確かに確かに。ちょっとリラックスこんな普段の美穂さんで、はい、していただいたら一番かなと思ってます。私もなんか最初緊張してたんですけど、なんだかねもったいないだと思って楽しもうとかって思いながらさせていただいてるんですけど。じゃあぜひ楽しんで。はい、うん、ぜひぜひ。はい、っていうことで美穂さんのお仕事のお話を聞いていきたいなって思うんですけれど、はい、美穂さんはバイオリニストでどんなことをされてますか。そうですね、バイオリンを、弾いておるわけですけれどもはい、はい、クラシックの演奏と、うん、そして、アルゼンチンタンゴを演奏しております、はい、他にもラテンジャズとかその他もろもろいろんなことをやっているんですけれども、はいはい、主にこの日本柱っていうんですか、はいはい、クラシックとアルゼンチンタンゴを演奏しております。へえ、はい、クラシックっていうのはなんかこうイメージとして、うん、なんかこうそうバイオリンってすごくこうイメージはあるんですけれど、ありますね、はい、タンゴ、はい、もうそうなんです、うん、曲調って全然違います。そうですね、でもクラシックは結構そのアルゼンチンタンゴはクラシックに近い要素もたくさんありまして、はいはい、電気系の楽器を使う場合もありますけど、ほとんどクラシックで使われているような楽器を使って演奏するというのがいわゆる伝統的なスタイルみたいな、そういうものでして、はいはい、で楽譜を見ながら弾くという点もある程度そのクラシックの音楽に似ている部分ではあります、はい、そうなんですね。そうなんです。じゃあそういう、そうか、その楽譜がない音楽とかもやっぱりあったり、うん、そうですね、うん、楽譜がない音楽は例えばどんなのがあるんでしょうね、ジャズも一応楽譜というものはありますけれども、うん、弾くべき音符が全部ドレミドレミって書いてあるわけではなくて、大体のなんか生き方というかメロディーだけが書いてあって、あとコードがついてるのを、はいはい、自分の好きな、好きなというかアドリブですよね、はい、アドリブソロをするというのはもう本当にインプロビゼーションっていうんですか、即興の、世界ですよね、はい、言ってみれば、そうなんですね。そうですね、このそういうところにポンって振り込まれると、うんうん、何をしていいかわからなくて、はい、音符をくださいっていう気持ちになるというのが、そのクラシック奏者よくあることなんですけれども、タンゴでは少しだけそういうアドリブの部分もあります
が、うん、まあ、ほとんどそこはメインではない、アドリブを聴かせる音楽ではないということですね。あ、はい、そういう違いがあるんですね。ありますね、それぞれにね。面白い、うん、なんかそんなことをこう想像していなかったので。あ、そうですか、はい、うん、まあ、でもこれは大体の場合の話で、そうじゃない場合もあるんですけど、うん、アドリブを聞かせる単語ももちろんありますし、うん、はいはい、でも、まあ、全体的な話ですね。大まかな、まあ、こう、なんて言うんですか、区分というか、はいはい、うん、としてはそういうふうになってます。あ、結構やっぱり知らないというか、はい、ことを聞くと、あ、そうなんだとか、やっぱり、そうですね、うん、あまり、うん、それはとっても何ですか、やってらっしゃる方の中の話ですね。聞く側はなんかもう聞こえてきたものすべて、あ、音楽だと思って聞いてるので、そう、だからすごいなって思うんです、やっぱ音楽をされてる方っていう、ね、のがなんかもうなんか出来上がってる感がやっぱり、ね、すごくこう感じるので、うんうんうん、そうですかね、はい、そうですよね、そのされてる側はやっぱりそういう感覚ではまた違いますもんね、かえ、ね、って新鮮な感じ、コメントをいただいてね、かえって新鮮でございます。よかったです、もう、あの、そうですね、あ、でもじゃあそのクラシックにしても、その単語にしても、あの、その美穂さんが追求されているというか、その音楽性っていう部分では、うん、まあ、同じような感じではあるけれども、うん、また違う楽しみ方っていう。そうですね、もう、うん、違う楽しみ方ですね、まあ、基本はあの楽器を使って音を出して、それで表現する、うん、歌を歌うということで、同じは同じなんですけど、歌の 言語というか、まあ、内容というか、がそのクラシックで表現する歌と、はい、アルゼンチン単語で表現する歌とは違うということですね。あ、はい、歌が違う、歌という言い方あんまり良くないですかね、あの、いや、伝わるメッセージっていうのが違う、そうですね、メッセージ歌、そうですね、うん、へー、ちなみにその単語に、はい、あの、こうスイッチが入るというか、もともと最初はやっぱりクラシックからスタートなんですよね。はい、そうです、はい。おいくつぐらいからされてるんですか。クラシックですか。はい、それはですね、うちの親がでございますね。うんうんうん、しつけの一環ということで、はい、習い事何か一つ絶対やめないで続けるというね。で、そういうのを。やらせようとしたわけです、うん、はい、で、うちの姉がピアノの教室に通ってたので、うん、ピアノをこの子も習わす、うん、連れて行ったら、うん、定員オーバーだと断れられまして、はい、もう、 うちの教室はいっぱいなので、うん、よそに行っていただくか、はい、兄弟で同じピアノを習うと、あの、血の雨が降るというか喧嘩になって、で、お姉ちゃんの方のプライドに妹の方がやっぱりたくさん聴いて育っているので、上達が早いので、はい、で、バイオリンにということ で、それが6歳でした。はいはい、うん、すごい、なんかそれが今に繋がってるってなんか深いですね。そうです、でもそんななんか普通の楽しみというかね、趣味でやっていましたが、うん、まさか自分がそれを生業にするとは、うん、夢にも思っておりませんでした。本当ですね、はい、何が人生を想像させるか、ね、出会いとか縁とか、ね、チャンスというか、本当です、ね、なんかいろんなもので人生がこんな風になってしまいました。それはそれでまた素敵ですね。それでその単語に、あの、はい、出会って、その単語の魅力に、はい、美穂さんがそう感じてされてるっていうのは何か、それもまたね、そんな予想だにしなかった展開ですけれども、うん、ハマってしまったんですよね、うん、何があったんですかね。それね、そこすごくこう聞きたいところですけど、何があったか、まあ、もともとなんかそういうこうムーディーなというか、はいはい、すごくこう情感のある、うん、そういう表現に憧れてはいたんです。はい、で、またバイオリンっていうのがそういうことをできる楽器で、はい、まあ、それはあの技術がいるので修行が必要なんですけれども、それをこう表現することのできる楽器でしたい、それをしてみたい、でそこにピタッと単語が当てはまって、もうこれっていう
ピカピカと、はい、来まして、その、はい、そうですね、その情熱的な表現、そして、まあ、官能的な表現、あと臭さみたいなのも、あの演歌のあの臭いとかあるでしょ、そういう臭さも単語にはあって、はい、その臭みみたいなのも、それやめられない、ね、お酒飲みの方とか、こんな臭いチーズよく食べるなみたいなの、美味しいとか言って食べてるじゃないですか、あんな感じですよね。もうやめられなくなるんですよ、その臭さを知ってしまうと。すごい、でもその表現がすごくなんか伝わる感じがしますね。なんさらっとしたものじゃないんですよ、癖がちょっとあるんですね、でももうやめられないんです。いや、なんかそれすごい、すっごい気になりますね。気になりますか。はい、そう、うん、すごくこう聞きたいっていう感じになりますけど、はい、そうですね、まあ、音楽もそうですし、単語は歌ももちろんありますし、ダンスもね、まあ、ダンス音楽なので、ダンスっていうのももちろんあるんですけど、それの全て最初はまあ演奏から始まって、でだんだんあのどんなんだろうって、その世界に入っていきまして、今はなんか自分は歌わないんですけれども、歌手ではないんですけど、歌を聴くのも好きですし、まあ、踊りも、もうほんの少しだけ、まあ、誘われてちょっと踊ることはありますけど、あの踊りも見たりこうちょっと踊ったりするのも好きです。いやー、はい、楽しそう。楽しいですよ、なんかあの美穂さんの写真をね、お写真を見せていただくと、そのなんだろう、すごいセクシーだったりするじゃないですか、なんかそれもすごくこう魅力的だなっていうふうにいつもこう拝見してたんですけど、それがあのその先の官能的だったりだとか、そういったところにもなんか伝わってるんですかね。そうですね、なんかその、まあ、音楽自体が実際その官能的な芸術ですけれども、まあ、触れないし残らない、もう消えてなくなるものじゃないですか。それをこう音で感じているその瞬間にね、でそして共有する、一緒に感じていることを共有するという、そういうもので、とてもあの他にない文学だとか絵画とか、そういう芸術にはないものですね、で特に単語はなんか大人の男と女が出てきて、いろんなドラマがあるんですよね、その曲の中にね、でも1曲は3分しかないんです。短いんです、1曲の曲は。あ、そうなんですか、で、その3分の中にもものすごい凝縮されてるんですよね。で、まあ、あの歌手が歌う歌の曲なんかだと、まあ、大体もう8割9割が男の人の立場で女に捨てられたとか、まあそういうのぐちゃ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 言ってるみたいな歌が多いんですけれども、なんかそういう恋愛に関する話が多くて、まあ自然のことを歌ったり、いろいろあの宇宙的な、なんかそういうこう思想みたいなことを歌ってる歌ももちろんあるんですけれども、なんかその生きるということみたいなことをとてもテーマにしている感じがしまして、その官能ですね、そこから全ては始まるっていうんですか。なんかすごい、なんかすごいこう入っていきますね、なんか。まあ男と女がいて、まあね、そこからあのドラマが始まって、命が生まれるのもそこから。そうですね。人生も全てそこからみたいな、なんかそういう世界が単語の中にはありまして、でそれが3分間の中にこうギュッと凝縮されている、はい、で、まあ、官能的な部分がクローズアップされている曲もありますし、とってもこう殴りつけるみたいなあのリズムが強烈な、そういうちょっとバイオレンスな感じの曲もあり、でこう引っかくみたいな、なんかそういう表現もあったりで、あのクラシックとはまた違う、こうどういうんですか、生々しいというか、とても人間臭いものですね。そういう感じなんですね。で、あのなんかいろいろ喋ってばっかりですけど、いやそれはもう本当にわからない世界なので、そのブエノスアイレスで
その単語のレッスンを受けましたときに、はいはい、そのバイオリンのマエストロが最後に言ってくださった言葉が、単語はあの人生のように短いんだ人間の人生のように短い、3分しかないというとても短い曲が多いでしょ、はいはいはい、でそれでだからあなたの全てをそこに注いで表現してくださいねっていうようなことを言われたんです。でそのなんか 愛情というか慈しんで演奏してくださいっていう、そういうなんかすごく嬉しいというか ありがたいというか感動した言葉をいただいたんですけど、ああその3分の世界の中に全てが凝縮されてあるんだなってすごく実感した言葉だったんですね。なのでまああっという間に終わるので、飽きることもないんですけどはい次の曲、ね、次の曲みたいな感じでまた趣向の違った曲をたくさん演奏できて、それもとても楽しいところなんですけど、そうですね、はい、すごい。でもその方のお言葉って本当深いですね。深いですね。そうなんです。ちょっとそれはもうぜひぜひ聞きに行かないとですよねちなみにその単語 の, あのライブが、はい、あど写真ってありましたかね、出ますかね、なんかその単語のライブに関しては Facebook であの検索していただくと日にちとか日程が分かるっていうふうに、はい、あのお聞きしたんですけれど、なんか、それでもそんなにこう何て言うんですか、あのその単語一つ、その言葉ぐらいでしか認識してなかったんですね、はい、あそういう音楽があるとかっていうぐらいはこう、ね、もともと分かることではあるんですけど、うん、そういう、ね、人生がとかそのちょっとオーバーでしたいやすごいなと思って、なのであのそれがこう美穂さんのそこの魅力を感じてることがすごく今伝わってきたの すごいなっていうのが正直、あの、はい、ありがとうございます。すごい興味が湧きました。ぜひ、ね、それをあのたくさんの人に聞いていただいて、まあ、それぞれに、ね、感じることはそれぞれだと思うんですけれども、はい、まず出会っていただいて、はい、そこから何か感じていただくことができたらなんか嬉しいなと思います、はい、そうですよね、なんかそうなんですよ。その楽しみ方、音楽のその楽しみ方っていう部分で、私たちみたいにこうなんていうんですか、そこを知らない人間からすると、うん、あそういうドラマがその中に入ってるんだなっていうのが今聞けたので、うん、あのこう入り方っていうのが、うん、なんかこうすごくこう分かったというか、はい、あそういうドラマを見ながら聞けばいいんだなみたいなのがまあ、もっと単純にねただ聞いていただくでも全然 OK なんですけれども、うんうんうん、まあなんかちょっと予備知識というか、はい、うん、そういうのがあるとまた違ってね、うん、聞こえるかなという感じですけど、うんうん、はい、本当にそうなんだなっていうのを感じましたね、うん、なんかこうセクシーっていう表現がね合ってるのかどうなのかは私もわからないんですけれど、うん、あのそういう人間模様がね、うん、あの裏にそうですね、あるからこそっていうのもあるんだな、うん、なんかこうセクシーはセクシーだけでこう切り取ったものではなくて、うん、全部生きるってこういうことだよっていう、うんうんうん、全部汚いも綺麗も全部あるという、うん、その魅力ですね、はいはい、すごい、なんかちょっとあのぜひぜひ聞きたいですねあのちょっと出ないかな、そのなんか検索の仕方がFacebook であれですね、単語の方はお話というか、はい、その実際にライブでされてるのが、ね、はい、今活動しているトリオのバンドだとか、はい、まあ、他にもあるんですけど、はい、まあ、主にそれを Facebook のページがございます。はいはい、あ、名前を言ったらよろしいですか、はい、単語アンサンブルガラピニャーダというバンドなんですけれども、アンサンブル、はい、ガラピニャーダ、ニャーダ、ニャーダ、
ララピニャーダですよ。はいですね、ラ巻くんですけどね。おガラピニャーダなんですけど。すごい。はい、そういうフェイスブックのページに一応、うんうん、まああります。はい。はい、こうちょっとこちらを見ていただければ、はい、あのこのトリオのイベントだとか、はい、ライブだとかまあいろいろ出てきます。うん。それはねぜひぜひちょっと見て、うん、基本的には関西が多いんですか。そうですね関西、うん、出てきた、まあ、いろいろあの言っておりますが、まあ、ほとんど関西を中心に、はいはい、活動しております。一番近日中ですと、もう今週になるんですか、はいはい、今週、うん、今週ですね12日、はい、うん、ちょっと京都のあの野村山荘というところで、野村山荘というところで、懐石料理のお食事と演奏を楽しんでいただくという、うん、でも素敵な紅葉がねもう綺麗な時期 で、ね、はい、お昼間に ね、うん、それをっていうそういう楽しい、イベントがございます、うん、まだお席も何席かあるみたいなので、じゃあこのあのフェイスブック開いていただいたらその情報だったりとか申し込みの、はい、もう部分が分かるんですかね、うんうん、12月の来月の予定もありますし、うん、はいはいはい、このまあここのグループを見に来ていただければ私が弾いているという、うん、はい、そうなんですね、はい、ちょっとぜひぜひこれはあのぜひフェイスブックで、はい、ガラピニャーダラーは、ラーは巻いてくださいね。ラーですからね。ラー、はい、できない。難しい、さすがですね。巻いてください。そんな感じであの検索してみてください。で、ちょっとね、そのクラシックのものも、先ほどちょっとちらっとあの出てたクラシックの方の生演奏もあるっていうふうにもお伺いしてるので、はい、またそこをね、ちょっとあの、検索していただきたいですね、はい、あとでちょっとプライベートなことも触れたいなっていうふうに思ってるんですけれど、あの写真を出してくださいちょっとあのそうですキャーみたいなめっちゃ可愛くないですか久美子さんどうしたみたいなそうちょっとセクシーから、うん、えらいことになってますけど、これかぶってるの、はいはい、見えてるんですか。見えて、今見えてますね、若干見えるかしら、美穂さんの後ろにある写真あたりとか、はい、でもこれもマスクもちょっと衝撃的ですけれど、はい、これはあのとあるイベントで仮面の舞踏会というイベントがございまして、うんうん、皆さん仮面で参加するというね、はいはい、単語のイベントでしたが、うん、はい、あの大阪の、追松町、追松通りっていうあのアメリカ領事館のすぐそばに単語バーがございまして、あ、そうなんですね、はい、単語、まあ、専門というか、はい、まあ、単語バーカフェティンデブエノスアイレスという場所なんですけど、うん、そこでとても素敵なお店で、うん、まあ、こういうイベントさせていただいたり、ね、まあ、時々演奏もそこでいたしております。そうなんですね、はい、私もあの辺たまに行くので、まあ、その覗き、はいはいはい、情報をあの Facebook で検索しながらでその横ですよね、このね、はい、このサボテンにこれは 先月9月ですかね、はいはい、9月に、メキシコ祭りっていうんですか、フィエスタメヒカーヌっていうのが、うんうん、メヒカーナがありまして、うんうん、でその時のものです、うん、これね、サボテンのなんか被り物をして喜んで撮ってしまいました。サボテンの、はいはい、サボテンになってるんですね、これサボテンなんです私、はい、どうしたんですか、このサボテンに なりたかった、なりたかった、この時はどうしてもなりたかったんですね。うん、止められなかった衝動に、はい、サボテンになるぞ私みたいな、そうですね、はい、うん、こんなんね大好きなんです。へえ、なんかそのね普段のこうねバイオリンを弾かれてる時のお写真だったりとかと違ってこうまたね素敵、はい、というかなんかこう美穂さんらしさと言ったらおかしいのかな、はい、どうなんでしょう。いや、そうです、そうです、これが本当の姿でしょうねきっと
サボテンになりたい美穂さんみたいな、うん、なんかちょっと変わったことしてる時の方が生き生きしてるとかよく言われるんですけど、そうなんですね。ちょっとそんなあの素敵な魅力的な話をね、ぜひぜひ、ね、もっともっと掘り下げたいんですけれど、あの時間的にもあれなのでそう。でもあの他にもね、そのプライベートの写真でなんかあのオブジェを作られてるのとか ね、はい、ありましたけど、あれも美穂さんご自身でこれね、そうですね、酒場のオブジェ、これは楽しい、やめられないんですけど、うん、はい、まあ、自分で勝手にね、こうこの辺にあるもので、そのバーとかで作る場合もありますし、うん、共同制作、たまたま隣に座ってる人にこう一緒に作ってなんかコミュニケーションするみたいなすごい面白い、はい、そんなのも隣に座った人は迷惑ですよね全く見ず知らずの人とかも、その人もいますね。でもなんか参加したい人は自分でこう参加してきますからね。あ、そうでしょうね、うん、ほらね、何してはるのかなこの女性はみたいなのもきっといるでしょうね、 ね、はい、でも楽しいんですよやりだしたら、うん、なんかこれすごいなと思って見ててもらってたんですけれど、結構力作ですよね。そうですね、力作はあの写真に残すという、うん、はい、そんな感じです。こういったあの、え、美穂さんいつも行かれてるお店とかでされてるんですか？そうですね、あのたまたま来られたらもしかしたら会うかもしれないですね。そうですね、ちょっとあのそこの場所を聞いて、あのぜひ生オブジェを見に行きたいですね、はい、あの私も参加したいなみたいなはい、まあ、そんな素敵な美穂さんから、プレゼントちょうだいっていうコーナーなんですけれども、はい、どんなものをいただけるんでしょうか。プレゼントはですね、はい、写真ですね、はいはい、モノクロの写真なんですが、はい、ブエノスアイレスで、購入いたしました。とても素敵な、写真です、うんうん、ミロンガというね、ダンスホールの一角できっと撮られた写真なんですけど、ダンスカップル、多分ご夫婦かな、うん、なんか、うん、あのすごくいい感じの男女ペアが踊っている写真です、はい、そんなお写真をいただいちゃっていいんですか？はい、すごい、それはあれですよね、きっかけはいろいろあるかとは思うんですけれど、はい、その美穂さんが素敵だなっていうふうに感じたお写真をいただけるということですね。そうですね、はい、ぜひ皆さんあのすごい、それちょっとすごい見たいですね、はい、ちょっとそれはでもプレゼントをもらった人のお楽しみなんですよね。ちょっとそれはどうしたらいただけるんでしょうか？そうですね、せっかくですので、はい、12月の24日に神戸の、神戸港から出港しますコンチェルトというね、はいはい、クルージングの船がありますけれども、はい、それ夜に、ナイトクルージングを、はい、で演奏いたします、うん、単語をね、はい、そちらに来ていただいて、はい、来ていただいたら、ただ合言葉みたいなのがあるんですか？そうですね、合言葉をね、美穂さんに決めていただくと、はい、これを見てくれてる方で、そう、美穂さんのその生演奏を聞きに行ってくれた方にプレゼントができるので、はい、合言葉何かありますか？紛らわしいのダメですよね、あの合言葉知らんのにこう、そうそうそう、そうですね、それはダメですね。わかりやすいのがいいですが、そうですね、忘れないように、うん、単語ワクワク、単語ワクワク、あ、そうですね、うん、どうですか？なかなかそんなことを言いながらあの聞きに来ること方もいないですもんね。単語ワクワク今の感じで言わないとダメですね、はい、言わないとダメです、はい、あのそれ入り口で言っていいんですか？入り口、どのタイミングがいいですかね、一番。そうですね、演奏、まあ、終わって、演奏中に言われても何もできませんので、はい、演奏終わって、はい、あのまあ、なんかこう演奏してる時以外のタイミングで言っていただいて、うんうんうん、はい、合言葉ですがみたいな感じで言っていただけるとお渡しできるかと、うん、そうですね、もう一度、あ、1名ですね、1名、はい、1名、限定1名で、そうですね、
そうやってじゃ演奏後にあの美穂さんを見つけてあの関西ビジョワーカーのね合言葉って言った上で先ほどのあの可愛らしい美穂さんはもう一度お願いします。単語ワクワクっていう映ってるかな今の。いや見せたい、これ見せたい、はい、はい、もう一回お願いします。なんかもう言ってほしいでもやります、意を決して、はい、じゃあなんか振ってください。はい、関西ビジョワーカーを見ていただいた上であの合言葉、はい、はい、単語ワクワク恥ずかしい、かわいい、いらしさをアピールしていただいてあのぜひ美穂さんにアピールしてください。あ、一番可愛かった人とかにします、あの美穂さんらしさが出てた人にとかあの先着1名でよろしいですか。です、ね、はい、一番最初にそれを言ってくださった方にという形ですね。はい、もうちょっと楽しみですねそのね、美穂さんが本当にその単語の魅力だったりとかね、そこにこう引き込まれた、そこをね、あの会話見ることもできそうですね、はい、それをいただいた方、ね、そうですね、ね、はい、でそんなあの美穂さんが先ほどね、あの今プレゼントであのいただけるコンチェルト、はい、12月24日ですね、はい、はい、これぜひぜひあのちょっと映像というか画面出ますかね、これはい、神戸、神戸ですね、はいはい、神戸港っていうんですか、はい、モザイクとかがあって、はいはいはい、もっと、まあ、いろんな船が出てるんですけど、その中でコンチェルトという船が生演奏してお食事していただけてみたいな、はい、あのそんなお船があるんですけど、いやかっこいい、はい、でこれで、ここであの美穂さんが生演奏をされる、はい、ということですね、はい、これは24日12月の24日4日です、はいはい、1日だけですね。そうですね、夕方から、2回出るのかな、あのトワイライトコースっていうのと、はいはい、まあ、トワイライトクルージングっていうんですか、はいはい、あともう本当の夜のナイトクルージング、いや素敵、おそらく歌詞、うんうん、あ本当ですね、出てました、あ、うん、そうですね、これですね、はい、ぜひぜひこれをあの検索していただいて、はい、申し込みがやっぱり必要ですかね、これは。まあね、いっぱいになってしまう場合もありますの です、ね、店員がね、お船にはありますの です、ね、はいはい、申し込んでいただいて、はい、で、この合言葉を言っていただいて、はい、そうですね、はい、最後にこ の、 あの PR をしていただきたいなと思ってたんですけれど、はい、何か美穂さんからのメッセージありますか。はい、メッセージ、そうですね、はい、まあ、あの関西ではちょくちょくというか、はい、大体月に何回かずつ演奏いたしておりますので、まあ、調べて来ていただければありがたいんですけど、はい、まあ近日でした、来月ですと12月の4日、はいはい、に演奏、ジャズオントップさんという場所でね演奏しますし、12月の7日も、はい、演奏いたします、うん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 、はい、そしてこれは神戸岡本になりますね、7日はね、うん、はい、ボンフリーという場所なんですけど、はい、で8日っていうのは演奏はしないんですけど、はい、中崎町の総督庵という古民家で、はい、今日ちょっと単語の話しましたけど、うんうんうん、まあ、こんな感じの話でさらにもっと突っ込んだお話をさせていただいて、はい、でさらにちょっと演奏もしてという感じの、まあ、ワインとエンパナーダっていうあのアルゼンチン料理があるんですけど、ちょっと餃子みたいな感じの、餃子よりなんかこうもうちょっとスナックな感じですけどね、うんうんうん、なんかそれをいただきながらお話をして、はい、おしゃべりですね、おしゃべりをして演奏も聞けるというそういうのがございます。12月8日総督庵でございます。すごい、はい、それ楽しそうですね、うん、あのライブもいいですけど、うん、なかなかそういうのってないですから、そうですよね、はい、ぜひぜひ、遊びに来ていただけたら、はい、総督庵っていうので検索していただいたら出てくると思います、うん、そうなんですね、はい、わ、はい、それはちょっと楽しみですね、はい、ちょっと見て
いただいて、ぜひ、ね、検索して情報をゲットして、うん、でこの素敵な美穂さんのお話も含めて、ね、演奏を、ね、楽しんでいただけたらいいですね。そう、8日は多分一方的に話を聞くだけではなくて、お客様の方からもお話、まあ、いただいて、会話というかこういうサロンみたいな感じでおしゃべりする、そういう場を作りましょうという、そういう日です。そうなんですね。ぜひぜひ皆さん、はい、ね、ぜひ行って生の演奏とそのね、美穂さんのね、素敵なお話をね、聞いていただけたらなと思います。じゃあ本日はもう盛りだくさんのお話をしていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。もうなんかね、音楽の魅力って本当にね、すごく深いんだなっていうのをまた本日もね、聞かせていただいて楽しかったです、はい、こちらこそ、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、ここで、はい、じゃあ最後ですね、はい、はい、じゃあグラシア、はい、またはい、本日もご覧いただいてありがとうございました。今日のゲストはそうですね、穂数の美穂さん、先週にわたってね、2週にわたって音楽の関係の方に出演いただいたんですけれども、本日ね、そのタンゴの深さっていうのを、まあね、聞かせていただいた時に、音楽にもその 人生というか、そこがこう凝縮されてるっていうのが、私もすごくこう素敵なフレーズだなっていうのをすごくこう感じたんですね。で3分間、そのマイスターのその3分間を演奏しきるっていう、そこに収でその実際に弾き手の方の思いも込めてっていうところがすごくこう素敵だなっていうふうに感じました。で私たちもこういろんな仕事をねしながら、本当に一瞬一瞬大事にするっていうことをよくね、以前からも私もいろんな方から教えていただいてるんですけれども、それをね、こう本当にその3分間を聞きたいなっていうのをすごくここ感じさせていただきました。また次回もね、こういった形で素敵なね、女性のお仕事だったりだとか思いにまた触れていきたいなと思いますので、また次回も見てください。ありがとうございました。